天草市。福岡空港から35分の空の旅、天草エアラインは福岡天草間を1日3往復しています。2018年、世界文化遺産に登録された天草の佐吉集落。江戸時代、密かに信仰を守った潜伏キリシタンの文化が今に残る集落です。こんにちは、よろしくお願いします。ようこそおいでくださいました。金沢さんは天草各地の観光ガイドをしています。江戸時代、潜伏キリシタンが発覚するのはほとんど密告によるものでした。ところが、古くからの漁村だったこの集落では密告者が一人も出なかったのです。漁師さんたちは一つの船にたくさんの人が乗って漁に出かけてました、ですからみんな仲良しなんです。この人おかしいですよって言って密告するわけにいかなかったんですよね、それは家族と同じだから。役人の方からは厳しい取り調べ、いかに弾圧があっても潜伏し続けて今日まで来れたわけです。それがこの佐吉集落の特徴ですね。柱に隠された目台、人々は密かに信仰を続けました。貝殻など身近なものを神神具にして祈りを捧げたといいます。佐吉教会が立つこの場所で信仰を守る潜伏キリシタンには辛い試練が繰り返されていました。ここでもってえぐみって言って、その人が潜伏キリシタンじゃないかどうかというのを確かめる場所でもあったわけです。で、そのえぐみが行ってた上に祭壇が作られました。キリシタンたちはそれを風化させないためにそうしたんだというように言われています。受難の時代を乗り越えてきた人々、集落全体を文化遺産として世界が認めました。佐吉集落から車でおよそ10分、丘の上に立つ大江教会。教会近くの天草ロザリオ館には潜伏キリシタンの暮らしや信仰を伝える資料が展示されています。歴史散歩もいいよね、天草市。